皆さんこんにちは、このチャンネルパナです。今日は散歩で、電車で散歩、略して電報を応援しながら電報していきたいと思います。今はどこ駅ですか？まあ、JN1 川崎駅、ね、川崎駅だね。何してんの？じゃあ応援していきながら電報しましょう。うん、うん、すごいね。なんかさ、応援しに来てるけどさ、もうコナがさ、応援されてるよね。本当に嬉しいね。じゃあ川崎から移動しましょう。階段登るか。あ、もう年寄りには階段きついぞ。まだまだまだ若いから。それでママね。そう。いや、これこのシミュレーターやってみたいんだよね。やってるね、前からね、うん、特に東海道線の下り屋に行きたい。下りか、あ、そう、あ、このダウンロードコンテンツのやつで、この区間やってみたい。いいね、海が見えてくるところ好き。うん、工事とか見えるもん、うん、まあでも、これだと見えるかも。お、これさ、すごいんだけど、これ U233 編成、うん、兄さん先だから、ちっとり。いや、これいつか、お父さんにお願いします。そうだね。あの人。気のせいかな。あ、でも、ホームの人気づいて、東海道線の。すごい。
ありがとうございます。崎陽軒のシューマイ、声が目がいっちゃう。今日崎陽軒でもよかったね。でパパが好きなベイスターズ。うん、あーこの間ねやってたね。今ね武蔵小杉に着きました。いやこんな感じで電報いつもやってありますね。あの今日みたいにあの南武線で東海道線っていうルートじゃなくて湘南新宿線とか横須賀線で横浜行くっていう場合もありますね。で1万7000系って予想したんですけど1万系でした。はい、ということで小杉市に着いたのでまたねこの電報シリーズ増やしたいと思います。じゃあ、今日ねあのカードを受け取ってくれた方、そしてあの反応してくれたあの乗務員さん、ありがとうございました。